にちは、萌です。今回はこちらのポリマークレースカルピーですね。これを使ってアルパカちゃんの仲間を作っていきたいと思います。これもね、前回このスカルピーで作ったやつなんですけど、このシリーズ使っていきます。で、使う道具はですね、こちら、このスパチュラセットを使います。これはですね、Amazon で買ったやつですね。これも載せておきますが、いろんな種類があって、たまに売り切れてたりもするので、同じ種類がなくてもスパチュラセットって調べるとこういうの出てきます。多分ね、2000円ぐらいだったと思います。全然使えるんですけど、このね、固めのプラスチックとかじゃないやつがおすすめです。はい、これを使っていきます。ではまず、このスカルピーを切ってですね、これ切るときはね、もう普通の大きいナイフみたいなのが欲しいんだけど、ないので。本当はね、ここの線あるじゃないですか、ここでピーってね、切れるんですよ、綺麗にね。てか取れやすいんですけど、そんなことはうまくいかないね。これを取っていきます。で、今日はこのアルパカちゃん、前回はこのね、黄緑色にしたんですよ。これもね、混ぜて作ったんですけど、今回はピンクっぽい色、こんな感じの色にしたいので、白と赤を混ぜていきます。ピンクもね、持ってるんですけど、ちょっと薄すぎる。これも持ってるんだけど、ちょっと薄いんで、もうちょっと赤が入ってた方がいいなと思ったので、はい、自分で作ります。よっこいしょ。これぐらいかな。これと同じぐらいの量が必要なのでね。で、これ色作ってからもうちょっとあればよかったって後悔するとね、めんどくさいんで一気に作ります。はい、で、使わなくなったやつは一応ジップロックに入れておきます。これはね、オーブンで焼かないと固まらないんですけど、にしてもちょっとは乾燥したりするのでね、気をつけてやっていきます。で、ここでこれに色を塗らないスタイルなので、ホコリがあるとくっついたら嫌なのでね、綺麗にしてからね、回して手もね、洗ってから。ただね、やっぱすぐね、ホコリがつくんですよ。なので、そういう時はちょっとこういうティッシュとかに水を含ませ置いておく、使わないんだけど置いておくと、まあ、こうホコリをね、キャッチしてくれたりとかするのでね。で、これはポリマークレーは水性じゃないので、水では溶けません。なので水は使わないでください。で、今めっちゃ硬そうなんですけど、っていうか硬いんですけど、これは体温で温めるとちょっとずつ柔らかくなっていきます。あと、揉み込むと柔らかくなってくるのでね、もう最初めっちゃ大変なんですけど、ビヨーンと伸びるぐらいまで柔らかくなります。よいしょ。これね、ちょっと温まってくるとね、柔らかくなってきます。はい、ただこれに赤混ぜたいのでね、こんな大きいのを混ぜる大変なので、ちょっとずつやっていこう。よいしょ。カルピーはいろんな、ほんと色があるんですよ。だから別に自分で作らなくても買えばいいんですけどね、買えば済む話って話なんですが、よいしょよいしょ。こうやってね、これを混ぜていく。これも硬いな。ちょっと温めてから。で、これも気温によって結構変わるんですよ。冬とかね、ガチガチだったり、寒いところ置いとくとほんとガチガチになるし、ちょっとでもこうやって温めてあげると柔らかくなるので、やるときはね、この作業するときはちょっと温めた方がね、やりやすいと思います。よいしょ。ちょっとずつやっていこう。あんまり急にね、赤くなりすぎたらちょっと困るんでね。で、これは例えばマーブルみたいな、こんな色にしたかったら、まあ、このままでもいいし、
自分の好きなように混ぜていきます。あとはね、別に色を作ってからオーブンで焼かなくても、例えば全部この真っ白で作っちゃってからオーブンで焼いて完成してから色塗るっていう手もあります。ただ私はこのなんかね、作ったかなんていうの、もう粘土塗ってません、粘土そのままこんな色でしたみたいなのがね、可愛くて好きなんで、ちゃんと作ってからやっていきます。ほら、なんか最初のね、硬い時より伸びが良くなったでしょ。こんな感じですね。でこれをどんどん混ぜていきます。よし、こんな感じかな。やっとできた。これね、ほらすごいでしょ、伸びるんですよ。こんなにもうあったかくなって、この粘土自体も若干こう手なんか肌の何なんていうんだっけ、肌の温度になってます。結構ね、ちょっとあったかい、触ると多分あったかいです。ビヨーンって伸びる、こんな感じになりました。これぐらいね、伸びてくれると混ぜやすいんですよ。で混ぜる時もなんかマーブルみたいになっちゃわないようにしっかりと混ぜます。ほら、もう均等になりました。はい、もうこれでだいぶ疲れますね。なのでまあ買えるんだったらね、この作らずにあるものを買った方がまあ楽っちゃ楽っていうことなんですが、はい、こんな感じでできました。でここから作っていきます。でよいしょ、今回はねアルパカちゃんの仲間なんで、アルパカちゃんなんですがちょっと違うんですよね。ウサギさんを作っていきます。アルパカウサギさんをね作っていきたいんで、ちょっと今までと違うんです。だから自分のスケッチを見ながら、どういう風に形作ったらいいのかっていうのをね、考えながら作っていきます。座ってる子がいいんですけど、体の大きさ的にはこのアルパカと同じぐらいの大きさがいいので、よいしょ、それをね、比率を考えながら、顔の大きさとか手の大きさとかそういうのは同じにしたいので考えてやっていきます。こうやってね、柔らかいと作りやすいですね。よいしょ。でこういうところとかは、あのいつものように気づいた時にこの隙間とかひびはなくしていきます。色素粘土と違ってね、本当にこの使い心地っていうか触り心地が全然違うので、あとこのなんていうの、直し方とかね、そういうのも全然違います。なので同じように思って使うと本当にびっくりすると思います。よいしょ、ここにね顔をつけたい、この辺に目安で顔をつけるのに手足がねいるでしょ。よいしょ。でこの足とかと同じようにこういう形にしたいの。わ、下になんかついてる、粘土がついちゃった。こういう形にしたいんですよ。こういうののもっとこうなんていうの、座ってる感じだから、これね、足もこうやってこうやってねつけたいんです。ね、なんかテディベアが座ってるみたいな感じ、イメージがいいんですよね。テディベアみたいな感じ。よいしょ。ほら、プニプニなんですよこれ。さっきと全然違いますよねこれ。ちょっとこっち違うな。でこういう左右対称にしたいものがある場合、この足とかね、こういうのがある場合は一旦1個作るとするじゃないですか。こうやってね
したらそれができたらもう一個作ってからつける方がいいね。で同じ大きさのものちゃんと確かめて、これぐらいでいいかな、高さも大丈夫かなっていうのを考えて、でつけると左右対称になる。こんな感じね。こういう風にしたいので、こうちょっとこういう時にスパチュラ、このね手で指でやってもいいんですけど、あの積層粘土と違ってか、あ、なんていうのかな、密度が高いというか、もっと硬いというか、硬い、なんていうんだろう、この柔らかいんだけど動かしにくいんですよ、この粘土自体を。なのでこういう硬いスパチュラとかでやった方が結構ね楽にできます。はい、こんな感じね。はい、足できました。でちょっとキュキュッとつけておきます。であと手もねつけて、これはもう本当に自分で作るものだから自己満なんですけど、っていうか自分の想像のものを作ってるんで、正解とかはね、まあ、自分次第なんですけどね。でもそれなりにキャラクターとか動物とかって、この座ってる感じとかっていうの不自然な時あるじゃないですか。例えばこれだと不自然じゃないですか、上向いてるし、あ、上向いてるから上から見ると適当ね、こういう感じで座ってるとかね、おかしいじゃないですか。なのでね、こういう感じ、この手が来てみたいなね、イメージです。でこんな感じで作っていくんですけど、足をつけていこう。もうねちょっとプルプルしてるからちょっとくっついてくれるんですよ、これが楽ですね。でここにつけていきます。でこれはこのスパチュラどれがいいかは、どれが合うのかは自分でね探してください。めちゃめちゃ20種類入ってるからね、いろいろあるんですけど、こういう細いのとかもねある。ちょっとこれ細すぎだね、あんまり尖ってるのだとやりにくかったりするので、こういう大きいところはこの指みたいな、あ、スプーンみたいなのを使ってね鳴らしていくとやりやすいかなって思います。これは足りないところはね、あの積層粘土と一緒で粘土足していくといいです。よいしょ。ただ足すのもね結構一苦労なんですよ。なので結構多めにやっといてそこから持ってくるっていう方が楽かもしれないですね。あとこの間とかもね使って埋めていきます。よいしょ。これやってるとね手がねザラザラに見えるんだけど、まあ もともとザラザラなんですけど、乾燥してるから、さらにこのシワの間とかにね、傷の間とかにこの粘土が入り込んで白っぽく見えて、手がもうおばあちゃんみたいになってますが、そこはね見た目悪いけどちょっと気にしないでもらえたらと思います。すいませんね、手がねいつも汚いんですよ。よいしょ。はい、こんな感じ、プルプル、もうなんかゼラチンで固めたやつみたいな、シリコンみたいな感じですね。こんな感じでつけていきます。もうこの時点で私のツボにはまっているかわいい、このなんとも言えない、なんていうの、このプルプル感がね、ちょっと触らないとわからないんですけど、このシリコンっぽいプルプル感がなんとも言えないかわいい感じなんですよ、素材感がね。ただこれ焼くとね硬くカチカチになるんですけど、この焼くまでの間のこの状態もねすごく可愛くて私は好きです。はいはい、こんな感じで足ができました。これも綺麗にするんですけどね、とりあえずポロッと取れないようにくっつけました。
で、これもね、ちょっとお尻の方ももうちょっと丸っとしたいな。腰がプルッとした方がね、可愛いですよね。この辺。ちょっとね、触ってないと冷たくなると、ちょっとね、硬くなるんですよ。なので、このムチムチ触ってる方はね、全然柔らかいんだけど、放置してるとちょっと固まってきます。はい。で、これも、そのさっき言ったように積算粘土と同じように、このね、ボコボコ感とかそういうの残したくないところは最初から綺麗にしておきます。焼く前にもね、最終確認するんですけどね。はい、こんな感じ。かわいい。すでに私の壺にはまっています。 はい、こんな感じね。で、手をつけるんですが、手はちょっとつける部分を形を整えといた方がいいですね。この形にはめる感じですね。このまん丸い胴体にはめるためにはこういう形にしといた方がピョッとこうはめやすいですよね。こういう風にこっちもね、ちょっと伸ばしといてくっつきやすいようにするとかね。ピュッと、こんな感じですか。ちょっとお腹も出したいな。お腹が出てた方が可愛い。何の生き物かちょっとよく分かんなくなってるけど、はい、こんな感じね。ピュッとくっつけて、こっちもピュッ。はいはい、こんな感じです。で、今この顔が来るところがね、こんな感じになってるんで、ここを、はい、くっつけていきます。今手がこんな後ろまで来てるみたいに見えちゃうので直していきます。かわいい着ぐるみみたいなのできました。はい、そして耳ね、つけていきます。耳もよいしょ。これぐらい長い方がいいかな。で、こういう時にもしこのピンクが足りなかったらマジで最悪なので、足りるように作っときます。長い？ウサギの耳ってでも長いよね。で、よん。ビヨンビヨン伸ばしたくないときは、ちょっと固めて放置したやつをね、使ったらいいと思うんですけど、結構柔らかい方が面白いと思います、使うとき。耳、かわいい。こんな感じにしたいです。はい、こんな感じにしたいんで、丸めてつけやすいようにして、ここも丸めて、このね、スプーンみたいなこのヘラがね、めちゃめちゃ使いやすいです。で、ジョン、なんかエイリアンみたい。ちょっとエイリアンすぎる。ちょっと大きいかな。ウサギの耳ってこんな感じじゃないですか、こう。と思ったんだけど、ちょっと大きすぎたかな。はい、ちょっと動画が長くなってしまったので、前半はこれで終わりにしたいと思います。で、後半は耳をつけて、顔をつけて、体に毛並みをつけて、オーブンで焼いて完成させます。ということで、何か質問あればコメント欄に残してもらえたらと思います。ではまた次も見てください。バイバイ。